今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回は旬の話題をお送りするちょこっとシリーズをお送りします。新しい生活様式と言われるようになって初めての夏、例年以上に熱中症には気をつけたいですね。気をつけたいですよね、はい。そして今回は今話題のマイナンバーカードのお得な利用法などもお伝えします。では参りましょう、クローズアップ宮崎ちょこっと。まもなく夏本番ですね。今年の夏はより暑く感じます。それもそのはず、新しい生活様式でマスクを着用しているので口元が息苦しく感じます。広瀬さん大丈夫ですか？馬場さん、もう吸い込む息が暖かくてより暑さを感じるんです。そうですね、マスクをつけていない場合と比べると心拍数や呼吸数などが上がり体温が高くなりやすいんです。またマスクをつけていると喉の渇きを感じにくくなり水分補給を忘れがちになるので気づかないうちに脱水が進み熱中症になるリスクがあります。なるほど、この夏マスクの上手な利用法はありますか？はい、例えば屋外で人との距離が2メートル以上取れる場合はマスクを外しましょう。またマスクを着用したままでの負荷のかかる作業や運動は避けましょう。またこまめな水分補給も忘れないようにしましょう。新型コロナ対策で熱中症のリスクが高まっているって本当ですか？実はそうなんです。本来は高温多湿になり始める5月から6月に外で体を慣らし汗をかいて体温を調節できるようにする暑熱順化を行います。しかし今年は外出自粛で体が対応できていない状況にあります。また運動不足で水分をためられる筋肉が減り脱水症状が出やすい状態にもなっています。どうすれば体を慣らすことができるんでしょうか？何より汗をかくことが大事なので水分補給をしながら適度な運動やお風呂に浸かるのが大事です。でも僕もまだまだ若いですから熱中症にならない自信もあります。突然ですがあなたは大丈夫？熱中症チェック、5つの項目があります。1、暑くてもあまり汗をかかない。2、お風呂のお湯は熱めで入る。3、夜中に起きたくないので寝る前の水分は控えるようにしている。4、夏はエアコンより扇風機を使う。5、寝るときは部屋に一人きりで寝ている。さあ、該当するものにチェックを入れてください。僕はあんまり汗はかかないんですよね。それとお風呂は熱めがいいですね。実は一つでもチェックがついた方は熱中症になる危険があるんです。そうなんですね。めまいや顔のほてり、筋肉痛や筋肉の痙攣、体のだるさや吐き気などご覧の症状が出たら熱中症にかかっている危険性があります。もし熱中症かなと思うサインがあったときはすぐに応急処置を行いましょう。応急処置には大切な3つのポイントがあります。ポイント1、まずはクーラーが効いた涼しい場所へ移動しましょう。そのような場所がない場合、風通りのいい日陰で安静にします。ポイント2、衣服を緩め氷などで首や脇、足の付け根などを冷やし体温を下げましょう。ポイント3、できれば水分と塩分を同時に補給できるスポーツドリンクなどを飲ませましょう。嘔吐の症状が出ていたり意識がない場合は無理やり飲ませることはやめましょう。熱中症は気づくことで防げます。私は大丈夫ではなく、みんなで気をつけることで熱中症をゼロにしましょう。って、あなたは誰？むむ、私の名前はマイナンバーカードマン。日夜マイナンバーカードの魅力を伝えているのだ。そんな無駄に大きくならなくていいですから。すいません。マイナンバー制度とは日本に住民票を置いている全ての方が持つ12桁の番号のことで、平成27年度に導入されました。国民一人一人に個別のナンバーを振り分けることで行政の効率化や生活利便性の向上などのメリットがあります。皆さんのお宅にもこのような通知カードが届いていると思うが、申請により
プラスチック製のマイナンバーカードが交付されるのだ。なるほど。でもマイナンバーカードにする意味ってあるのかな。むむ、いい質問だ。ちなみにこの通知カードは身分証明書としての利用はできないが、このマイナンバーカードは身分証明書として利用できるのでとても便利なんだ。カードの表面は運転免許証などと同様に身分証明書として使えます。市町村によってはコンビニなどで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。また今年の9月から来年3月までの期間限定でお買い物で使えるマイナポイントがもらえます。なんと2万円のキャッシュレス決済で5000円相当のポイントが付与されます。来年の3月からは健康保険証としても使えるようになります。受付でピッとかざすだけで OK です。まだまだありますよ。オンラインで確定申告ができるのはもちろん、子育てをはじめとする行政手続き、検診結果や医療費なども確認できるようになります。めちゃ便利なカードじゃないですか。マイナンバーカードは早速申請の方法を教えてください。申請には市町村役場の窓口以外でも郵便、パソコン、スマホ、街中の証明用写真機から無料でできます。今回はスマートフォンでやってみよう。はい。まずスマホのカメラで交付申請書の QR コードを読み取るんだ。はい。カメラでカシャッ。はい、読み込みました。利用規約が出てきました。これを読んで同意したらチェックを入れるんだ。はい、入れました。確認をタップ。続いて申請書 ID の入力だ。交付申請書の QR コードからアクセスした場合は入力が不要となる。下にスクロールして自分の氏名、メールアドレスを入力、そして画像認証の文字を入力するんだ。この表示されている文字をそのまま入力すればいいんですか？ Yes！ 入力しました。そして確認と。ここでもう一度メール連絡用氏名、メールアドレスに間違いがないか確認だ。はい、間違いありません。これで登録をタップ。すると認証番号が設定したメールアドレスに送られてくる。それを入力だ。はい、入力しました。顔写真の登録の画面に変わりました。早速登録用の写真を撮ろう。背景に物、柄、影がない無地の背景で撮影だ。うん、バッチリ撮れました。アップロードをタップして今撮った写真を選ぶと、うん、そして3つのチェック項目にチェックを入れて登録。あとは生年月日など必要項目を入力すれば完了。約1ヶ月半後交付通知書が送られてくる。それと運転免許証などの本人確認書類を持って3ヶ月以内に市町村役場に行くとカードを受け取ることができるんだ。さらに便利になったマイナンバーカードをぜひ手に入れましょう。マイナンバーカード、まあ、インパクトありましたね。そうですよね。やはりマイナンバーカードは身近なものになってきそうですし、スマートフォンからも申請ができるということですので、インターネット環境がある方はこちらおすすめですね。本当にあの簡単なステップで申請ができましたからおすすめでした。そうですね。そして普段の生活の中で言いますと、医療費の確認なんか私はよくチェックしたいなというふうに思いましたね。ぜひ申請を皆さんしましょう。はい。そして熱中症ですよ、はい、もうすでに暑いので本当心配ですね。本当にマスクをしていると息苦しく感じますよね、はい、ですから例年の夏以上に自分の健康状態をチェックするというのが大事かなと思いますよ ね、 そうですね、まあ、いつも毎年毎年皆さん水分の摂取などは気をつけていると思うんですが、はい、よりみんなで注意していかないといけないですね、うん、そうですね。予防が大切ですからね、熱中症にかからないように気をつけていきましょう。以上クローズアップ宮崎でした。